こんにちは。これはね、トヨタのハイエースの宅会社ですね。ハイエースですね。懐かしいですね、これね。昔お商品でこれから買って遊んでましたけどもね。ハイエースね。こちらがハイエースなんですが、まあこれで、よくね、遊んでおりました。で、中国製、これは中国製のものになるんですけどもね。中国製ってのはいつ頃から出てきたかというと、ちょうどこの平成の、もう平成も終わりますけど、平成元年頃だったかな。その時ぐらいから、中国製っていうのが、出回るようになってきまして、で、まあ、95年だと本格的になった、たくさん大量に中国製が出てきたんですね。まあ、なんでかって言ったらね、時代的に言ったら、だんだんね、バブルがこう92年の時からこう弾けてきてしまって、で、それで、まあ、大手の会社っていうのはね、たくさんお金も使うし、たくさん消費するから、その変動が激しいっていうことで、まあ、日本で職人さん雇って作るっていうのはちょっと限界があるってことで、中国製に移転するっていうのがあったんですね。で、中国製に移転したのが1995年なんですよ。で、95年の時に中国製、ちょうどプリメーラがまだ新車として出てた時ですね。初代のやつ。で、それが出てた時に、中国へということで移動されていった、ですね。ですから、まあ、まあね、私は基本的に日本製のトミカの方が一番優れてるんですけども、まあ、中国っていうとね、メイドインチャイナっていうとね、響きが悪いですからね。響きも悪いし、実際に中国製なんてろくなものないですからね。いつもパクればいいやるね、みたいな感じで、いつもパクったものしかないからね。まあ、4000年の伝統とかね、そういう技術力はすごいのに、そういうところを活かしてないっていうのが残念なんですよ、国。せっかくいい技術力をお持ちなのに、それを活かせないで、人の真似だけすりゃいいやるね、みたいな。人の真似ばっかりしてる。それが残念なんですよ。だから国が世界を変えるって言ったって、お金のことに関してはね、今中国はもうみんなクレジットカードになって、現金で払うという時代ではなくなったんですね。そういうところの金に関しては抜け目がないんだけども、金に関しては世界のリードを歩めるということはできると思うんですが、ものづくりというものに関しては、いつまでたってもやっぱり1位にはなれないでしょうな、国。やっぱものづくりに対してはどんどん品質が悪い国だからね。だから、あんまり良くないと思いますよ。だから私はメイドインチャイナっていうのはね、正直なこと言うと嫌なんですよ。日本製が一番優れてるんだから。チャイナごときがね、日本製のものを作ろうなんていうのはね、考え方がおこがましいわ、みたいな。作れるわけねえだろうっていうね。いつもやり方がほら、パクればいい、みたいな。そういう考え方ばっかりしてますからね。パクることではなくて、ちゃんとね、見習って、いい商品のものを作っていきなさいというのがあるんですけど、そういうことはあんまりないんですね。パクればいいっていう、とんでもない会社ですから。とんでもない会社だから、とんでもない国ですから。人のものばっかりパクるような国が、いいものを作れるわけないんですよ。もうそれをパクってばっかりいて、それをね、30年も50年もやってんだから。だから、お金に関してはね、それはクレジット会社になってね、市場に優れてるけど、金だけは優れてんだよね。だけど、金地には強いけど、そのものづくりに関しては残念なんですね。だからまあ、トミカも基本的にはね、なんで中国に作らせたんだって、中国に作らせるなっていう。日本人なんだから、日本車なんだから、日本で作らせてくれっていうのがありましたけどね。あくまでもそれを通してやっていってことがなかったんだけどね。で、これはやっぱ、ガレージがあるだけで、やっぱ、これ綺麗になっておりますね。随分と綺麗にできていて。で、こういう内装なんかも、こういう感じでしたね、昔はね。こっから開けて、ガラ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 って、パチューパタンっていうね、そういう感じでね。いかにもバーンって感じだったんですよ。で、それで内装がこういう風になっててね、非常にこういう感じでしたね。で、こういう風になってますね。まあ、ちょっとこう仕事で使うのにね、こんなにシートがあってもちょっと必要ないだろうというツッコミがあるんですけども、まあ、そこはちょっとワゴン、こういう作り方なんで、そこをツッコミどころ入れても申し訳ないんですけども、まあ、こういう風に、ありましてね。で、こういうふうに、窓、ドアをこう開けますと、こんなふうになっていると
という形なんです。中も綺麗にね、なっていますね。で、こういうふうに、なっている、このペリカンというところが、また素敵だなと思います。昔はこれよく走っていましたけどね、もう今では見かけなくなりましたね。もう平成も終わりです、本当なんか見て申し訳ないけど。でも平成の初期の頃っていうのはね、今でも覚えてるけど、まあ幼少期ぐらいの時だったんですけども、あの時代の感覚ってのが今、随分とその人情味が薄れてしまったなっていうのは、残念だね。30年経って人情味が薄れてしまってっていうのは。あの時のね、平成元年とかね、平成の初期の時代の時ってのは、まだ人情味を持って接しようという人たちがたくさんいたんで、非常にありがたかったんですが、今そういう人たちがね、いなくなってしまったっていうのは本当に、残念でね、人を騙して、ね、お金を分取ってやろうみたいな、そんな人間ばっかりで残念だなと思いますよね。まあ中には真面目にコツコツやってる方もいらっしゃるんですけども、そういう方が少なくなってしまったっていうのは本当に残念で好めないなというふうに思いますけども、まあこれはこれでなかなかね、いい車だなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。